魔女の家で見た夢。夢が熱を運んだのか、熱が夢を生んだのか、ウォルター・ギルマンにはわからなかった。すべての背後にうずくまるのは古い町の薄気味悪く生んだ恐怖。カビ臭く不浄な屋根裏部屋の破風にまとわる恐怖だった。そんな屋根裏部屋で彼は書き物をし、研究し、図と公式に取り組み、さもなければ粗末な鉄のベッドに身を放り込んでいたのだ。彼の耳は超自然的に、耐え難いほどにまで鋭敏になっていき、随分前から安物の置き時計を止めていた。時を刻む音ですら砲撃の轟音並みに聞こえるようになっていたからだ。夜になると、外に広がる暗黒の都市のかすかな物音、虫に食われた仕切り板をとことこ走るドブネズミの邪悪な足音、世紀を重ねた家の隠れた梁が立てるきしみ。もうそれだけで彼は耳障りな音の半魔殿にいるような気になってしまった。暗闇は説明のつかない音で常に満たされ、彼はいつか今聞こえている騒音が収まり、その背後にうごめくやもしれぬ、よりひそやかな物音が聞こえてきはしまいかとおり、身を震わせていたのだ。彼は変わることのない、伝説に取り憑かれた都市、アーカムに住んでいた。週まぶしするギャンブレル屋根は傾き、この州のかつての暗黒時代に王の管理から魔女が身を隠した屋根裏へと落ち込んでいた。そんな街の中でも、彼が寝泊まりしていた破風の部屋ほど不気味な記憶が染みついている場所はなかった。老婆、ケザイア・メイソンが住んでいたのが、まさにこの屋敷のこの部屋だったからだ。この老婆が果たしたセーレム監獄からの脱獄は、結局今に至るまで誰も説明できないでいる。それは1692年のことで、看守は発狂し、ケザイアの牢屋から小走りで逃げた。白い歯を持つ毛むくじゃらの小さな何かのことをブツブツつぶやいて、コットンメーザーすら、灰色の石壁の上に何か赤く粘性のある液体で塗りつけられた曲線と角度のことを説明することができなかった。多分、ギルマンは、あんなに猛勉強してはいけなかったのだ。ヒュークリッド幾何学と量子物理学とくれば、誰の脳髄だってパンパンに腫れ上がらすのに十分だし、それらを伝承と混ぜ合わせて、ゴチック物語や、野蛮な炉端のささやきがほのめかす食カバネオに見えた何かの背後に、異様な多次元的現実世界の痕跡を探ろうなどとしたら、精神を張り詰めずに済むわけがない。ギルマンの出身はヘーバリルだったが、己の数学研究と古古の魔術の幻想的な伝説とを結合させるようになったのは、アーカムで大学に入ってからだった。この街の空気に流れる老をめいた何かが、彼の想像力に、こっそりと働きかけたのだ。ミスカトニック大学の教授たちは、彼に勉強の手を緩めるように迫り、彼向けの講義をいくらか中断したりもしたものだ。そればかりか彼に、禁断の秘密を扱ったいかがわしい古書を読むのをやめろと言った。それらは大学図書館の書庫に施錠の上、保管されていた。だがそういった予防措置はもはや時宜を逸していた。ギルマンはすでにアブドゥル・アル・ハズレットの、恐れるべきネクロノミコン、断片のみ伝わる英本の書、発禁処分を受けたフォン・ユンツとの無名祭司書を読んでいて、それらから、彼自身が持つ、空間の性質に関する抽象的な公式、および基地の次元と未知の次元とを結びつけるリンクに関係する何らかの恐ろしいヒントを得ていたからだ。彼は自分の部屋が古い魔女屋敷の中にあると知っていた。そう、だからそこを借りたのだ。ケザイア・メイソンの裁判についてはエセックス郡記に多く記されており、刑事巡回裁判所に強いられて自白した内容はなぜかおかしなくらいギルマンを魅了した。彼女はハーソーン判事に、空間の壁をすり抜け、その向こうにある他の空間を指して導きうる直線群と曲線群とのことを語り、それとなく、メドウヒルの先にある暗い白石の谷や、川中にある無人の島で開かれる深夜の集会の中で、
この種の直線や曲線がしばしば用いられるとほのめかした。彼女はまた、黒の男のことを、自分の先生のことを、ナハブという自分の新しい秘密の名のことを語った。そして自分の牢屋の壁にそれらの線を描くと、消失した。ギルマンはケザイアに絡む奇妙な物事を信じていて、彼女の屋敷が、275年以上を経た今もなお現存していることを知ったとき、何かゾクゾクするものを感じていた。彼は聞いてしまったのだ。ケザイアがその古い屋敷と狭い街路で、しぶとく存在し続けているとか、おかしな人間の歯型が、その屋敷や他の古屋敷で寝ていた人についたとか、五月祭の前夜や満星節が近づくと、子供のものらしい叫びが聞こえるとか、そんな恐怖の時期の直後に、この古屋敷の屋根裏からしばしば異臭がするとか、夜明け前の真っ暗な時間帯に、小ぶりで鋭い歯を持つ毛皮で覆われた何かが、このカビだらけの建物や町に出没して、興味ありげに住民たちの間に鼻を突っ込むとか、そんな囁きを耳にした彼は、何が何でもここに住もうと決意した。その屋敷は不人気で、ほとんど借り手がつかず、長いこと貧乏下宿となっていたため、部屋を抑えるのは簡単だった。そこで何を見つけられると期待しているのか、ギルマンにもわからなかったが、その建物に住みたいということはわかっていた。そこにある何らかの状況によって、17世紀の月並みな老女が、大なり小なり突然に現代の赤学たるプランク、ハイゼンベルク、アインシュタイン、およびジッターを超えるであろう深みに及ぶ数学的な洞察を得た場所なのだから。彼は秘密のシンボルの痕跡がないものかと、壁紙が剥がれた部分の漆喰の壁と材木を隅から隅まで探索し、首尾よく1週間のうちに、東側の屋根裏部屋こそケザイアが魔術の実践のために用いていた場所だと突き止めた。そこは最初から空き室だったが、長期間住もうとするような借主が一人もいなかったからだ。ポーランド人の大家はそれを貸し出すことに警戒心を募らせていた。それでも、熱が出るまでギルマンの身には、何一つおかしなことが起こらなかった。薄暗いホールや部屋を亡霊めいたケザイアがよぎることも、高いところにある彼の陰気な巣にまで、毛で覆われた小さな何かがよじ登り鼻を突っ込んでくることも、彼の飽くことのない探求に応えて、魔女の呪文の記録が現れてくることもなかった。時折、彼はカビ臭く影に閉ざされた未舗装の裏通りを散歩して回ったものだった。その通りにはいつ建てられたかもわからぬ不気味な茶色の家々がかしぎ崩れ、狭く小さな窓、から嘲笑の目を向けてくるのだ。ここではかつて異様な物事が起きたことを彼は知っており、一皮めくれば、少なくとも最も暗く、狭く、曲がりくねりも連れ合った路地には、周回な過去のすべてがかすかな暗示となって生き残っているのである。彼はまた二度、悪評の立つ川中の島にボートを向け、伊豆より来たったか。その起源がもはや過去の闇の中に消えている苔むした灰色の立石群を見、それらのなす独特の角度をスケッチしてきた。ギルマンの部屋はかなり大きかったにもかかわらず、奇妙な不正型をしていた。北の壁は外壁側から室内側に来るに従って目に見えて内側へと傾いており、低い天井も同じ方向に沿って緩やかに下がっていた。はっきりしたネズミ穴が一つあるほか、塞いであるのもいくつかあって、傾斜した部屋の壁と、建物の北側のまっすぐな外壁との間にあるはずの空間には入り口が、そのような通路の痕跡も、なく、そのくせ建物を外から見ると北側にも窓があり、遠い昔に板で塞いだことがわかるのだ。天井の上のロフト、その床は傾いているはずなのだが、も同様に到達不能だった。はしごを登ってみると、蜘蛛の巣だらけの別な水平のロフトで、昔開口部だったところは古い厚板でぴったり覆われ、植民地時代の大工仕事でよく見るがっしりした木釘で打ち付けてあって、今や単なる異物になっていた。
しかしながら彼がどれほど説得に努めても、大家は表情を変えず、それら二つの閉鎖空間を調査させてはくれなかった。次第に、彼は自分の部屋にある不正型の壁と天井とに引き付けられていった。というのも彼はそれら奇妙な角度から、それらが持つ目的について解明するための糸口を与えてくれそうな数学的意味合いを読み取るようになっていたからだ。彼は、奇妙な角度を持つこの部屋に、老女ケザイアが住んでいたことには大きな理由があったのではないかと考えた。我々の知る宇宙の境界を越えた外側に出る際、特定の角度を通っていたと彼女は主張してはいなかったか？彼の興味は傾斜面のあちらに広がる側縁の届かぬ深淵から離れていった。今やそれらの面の持つ目的が、自分の住むこちら側に関係するものと認められたからだ。2月初めに、農園の感触と夢とが始まった。明らかに、ギルマンの部屋の風変わりな角度がいつの間にか彼の上にいような、ほとんど催眠的な効果を及ぼしていたのだ。荒涼たる冬が厳しさを増すにつれ、彼は下方に落ち込む天井と内側に倒れ込む壁との間の隅をますます見据えるようになっていく自分に気がついた。この頃になると通常の勉学に集中できなくなっており、それが大きな悩みとなっていた。これから迎える中間考査がひどく不安だったのだ。だが敏感すぎる聴覚ははるかに悩ましかった。生活は絶え間なく続く耐え難い不協和音となり、その中には常に、おそらくは生命の向こう側の領域からやってくる、身も凍るような他の音の印象が、聞こえるか聞こえないかの境に、つきまとっていた。具体的なものに限って言えば、大昔の板材の内側でドブネズミが立てる騒音が最悪だった。そのひっかく音には、人目を忍ぶ感じだけではなく、時として何か熟慮を感じさせるものがあった。それが傾いた北の壁の向こうから聞こえてくる時は乾いたカタカタという音を伴い、それが天井の上の南西着物間閉鎖されたロフトから聞こえてくる時はいつも、彼を襲おうとする何かの恐れるべきものがひたすら自説を待ってでもいるかのように、ギルマンは身構えた。夢は到底健全とは言いかねるもので、ギルマンはそれらを数学と伝承を同時に研究した結果に違いないと感じていた。我々の知る三次元世界の彼方にあるはずだと自分自身の公式群が示す、かの不文明な領域のことや、実際にそれらの領域に至る門を、老女ケザイア名寸が、あらゆる推測を超えた何らかの感応力に導かれて、発見した件をあまりに考えすぎていたのだ。彼女及び告発人の宣誓証言を含む、応変した周期は人間の経験の裸違いにある事物について忌々しいほどに示唆的であり、彼女の使い魔として働く、毛皮をまつわった小さく俊敏な物体についての信じがたいほど詳細に及ぶ記述は、苦痛を覚えるくらいに現実的だった。その物体、大柄のドブネズミより大きくはなく、町人たちに、ブラウン、ジェンキン、という古風な名前で呼ばれていた。は顕著な共感性集団幻覚事件の賜物だった。1692年に、11名をくだらない人々がそれを別件したと証言したからだ。近年でも噂はあり、当惑し不安を感じるほど互いに一致していた。証言によると、それは長髪のドブネズミの姿をしているが、鋭い歯を持つ顔は不吉にも人間のひげ面で、前足は小さな人の手に似ているという。それは老女ケザイアと悪魔との魔のメッセンジャーとして働き、吸血鬼のように魔女の血をすすって栄養としていた。その声は胸の悪くなるような一種のクスクス笑いで、あらゆる言語を話せた。ギルマンの夢に現れた周回なものの中でも、この冒涜的な小柄な間の子以上に、彼を狼狽させ吐き気を催させるものはなかった。彼の幻想の中を縦横に飛び回るそのイメージは、起きている間に古文書と現代の囁きから演劇した最悪のものに比べても千倍も不愉快だったのだ。
ギルマンの夢は大部分が、不可解に彩られた黄昏と無茶苦茶に調子外れな音に満ちた果てしない深淵への突入で、その深淵の持つ質量及び重力作用における特性について、また自分自身の実体との関係について、彼はなお解明の端緒にすらたどり着いていなかった。彼は歩くことも登ることも、飛ぶことも泳ぐことも、這うことものたくることもできなかったものの、常に半ば随意的な、半ば不随意的な一種の動きを体験していた。自分自身の状態に関してはまともな判断を下しかねた。腕、足、胴体が見えそうになると、何か異様な遠近感の混乱が起こるのだ。が、彼は感じていた。身体組織と機能とが何か驚くべきやり方で変容し、斜めに投影されている。その癖通常の体の比率と性質との間に醜悪な関係をとどめているのだと。その深淵は決して空虚というわけではなく、異質な色彩と言語に絶する角度を持つ物質で満たされ、一部は有機体、一部は無機物に見えた。有機体のうちで 2.3 のものは、心の底にぼんやりした記憶を呼び起こしそうになるのだが、それらが超小的に暗示したり類似したりしているものが何か、意識のレベルでは把握し得なかった。後の夢では有機体がいくつかのカテゴリーに分類できることが明らかになっていき、それぞれ根本的に行動様式や基本的な動機が異なる種族に対応しているようだった。これらのカテゴリーの中の一つは、他のカテゴリーに比べ、非論理的で見当違いな動作が幾分少ない成因からなっているようだった。